第37回留学生による日本語スピーチコンテストでは、中国、台湾、韓国、ウズベキスタンの4カ国から総勢11名の留学生が集まってスピーチコンテストを行っています。ハイシーオレンジはですね、国際交流というものを前提に法政大学に集まる留学生の方たちとイベントを通して交流しているサークルになります。思ったよりも日本での大学生活はとても大変でした。授業中に黒板に書かれている漢字が分からなくて、友達のノートを覗いてみなければ書けませんでした。地下鉄と JR の違いもよく分からなくて、乗り間違えることも多くありました。人々はいつも行列を作るし、サラリーマンたちはみんな同じようなスーツを着るし、東京という街は大きくて時間の経つのが早いので、もしスケジュールや計画がなかったら何も学ばないです。落ち込んでいるとき誰にも言えず、誰にも助けてもらえないって、とても辛かったです。韓国という国は早くやって早く次のものをしようというなど、そんな考えが基本となっている国です。そんな国で17年間暮らした私から日本に来て最初に思ったことは、他でもない遅いなでした。韓国人にとってキムチは1日3食食べるほどなくてはならない存在です。しかし日本ではキムチはあまり食べません。日本と中国はお互い隣の国なのに、七夕においては結構大きい違いがあり驚きました。人生の中で自分にいい影響を与えてくれる人に出会うことほど難しいことはないと思います。私が日本語の勉強を始めて日本に来て最も良かったと思っているのは、まさにそのような人に出会ったことです。郷に入っては郷に従えということわざのように、今の身分は観光客ではなく留学生だからこそ、今まで慣れていたことを捨て、ルールを守り、日本の生活をもっと理解しなければならないと考えさせられました。その答えはまた日本の教育 NPO の活動で見つけました。その NPO の活動内容は、高校生と対話をすることです。対話とは人と人が話し合うことです。生徒ではなく、友達ではなく、何者かではなく、自分として話し合うことが自分と向き合うことにつながるということを、その活動を通じて学ぶことができました。日本にせっかく留学しに来ましたので、これをきっかけとしてハイシーの日本の方々と交流ができて、それが私にとっては優勝よりもっと大きい賞だと思っております。自分だけで頑張って準備をしてきたのではなくて、日本の方々がたくさん手伝ってくれた、それでここまで来れたっていうところにすごく意味を置きたいです。海外の方と新しい出会いがあるので、その度に新たな刺激を受けれるというか、こういう考え方もあるんだって、あ、そういう考え方もいいなみたいな感じで見方が変わったりとかして、いい刺激になってます。皆さんはいかがでしょうか。会話ではなく対話をしたことはございますでしょうか。私は皆さんとも対話がしたいです。シムウジンのまま声をかけるので、あなたのまま答えてください。ご清聴ありがとうございます。